こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。前回吉谷さんから送られてきた動画のタイトル、自分履歴書の活用方法ということだったんですけども、このね、自分履歴書ってのは、今日私初めて思ったのは、履歴書って自分のことじゃないかなと思ったんですよ。これ自分履歴書ってどういう意味なんだろうと思ってみたら、内容はよくわかりました。そうですね、自分の過去の経歴っていうのを組み合わせていってアウトプットすることによって、まあ掴んでいけるってことですよね。確かに私は麻雀店を経営してました。で、今は隠居なんですけども、稼いでる時期とかビジネスをしてる時期、すごく熱い時期っていうのは2013年から2015年あたりだったと思います。ここで、ドカーンとね、打ち出したものがズバーンと返ってきたの、その余力で今やってるような感じですよね。今かなり緩やかにやらせてもらってますけども、まあでもね、ビジネスのことっていうのは忘れてるわけではなくて、きちんとビジネスは回ってるんですよね。さあ、ここまでちょっと前置きが長くなりましたけども、今回お伝えしたことは動画の発信についてなんですけども、今回ね、吉谷さんが一つの例として出された、まあ、普通の大学生の普通の日常とかね、派遣社員の普通の日常っていうの、こういうのはね、当たらないでもないんですよ。ただあんまり数はいらないんですよね。私はね、動画コンテンツっていうのは結構真面目に捉えてまして、コンテンツっていうのはどういう意味かっていうと、問題解決だっていうふうに私は解釈してるんですよね。で、この問題解決をしてる動画っていうのはずっと再生されるんですよ。ただですね、普通の日常っていうのは人気者っていうのはたまにやられるんですよ。チャンネル登録30万40万っていうのがたまにやられるんですけども、じゃあそれを見て自分もその普通をやって当たるかって言ったら、これは当たんないと思います。まあですんでね、やり出しっぺ言い出しっぺ一番最初に走った人だけがこの普通ってものが武器にできると私は解釈してるんですよ。だから普通が世の中に溢れてると、普通の人が普通のことを見てもあんまり興味がないんですよね。それこそ普通のサンプルって1個か2個あればいいんですよ。で、柴田さんっていう叩き屋さんもいらっしゃいますよね。柴田さん、じゃあ第2、第3の柴田さんって想像できます？どうですかね。じゃあですね、ヒカキンさんって言いますよね。ヒカキンさんみたいなレビューをしてる人ってどのぐらいいると思います？まあ結構いらっしゃいますよね。はじめ社長もその部類かもしれません。っていう感じで、結構ね、この問題解決とかっていうのはたくさん出ても大丈夫なんですよ。たくさん出てもいろんな表現方法とかいろんな角度っていうのが様々ありますんでね。例えば浮気を見破られた時どうすればいいかとかね、こういうのもいろんな解釈が存在するんですよ。でも普通ってものは確かにいっぱいあるんですけども、まあ言うてもね、普通ってのは特別がないんですよ。だから普通だから、だから1個見れば普通ってのは網羅されてしまうんで、まあ本当にね、去っていくんではないかなと思うんですよ。この普通を武器にするっていうのは瞬間的なものでしかないのかなと思うんですよ。やっぱ問題解決っていうのは永遠とありますんでね、私はコンテンツっていうのは問題解決だと思うんですよ。さあ、動画のまとめになりますけども、自分の動画を確実に当てようと思ったら、確実にですよ、当てようと思ったら、その確率を高めるものっていうのは問題解決のある動画ってことになります。一つの動画を見ると一つの問題解決ができると、その問題解決のテーマは何かってことはサムネイルとかタイトルで語られていると、こういう分かりやすくてシンプルなものが私は重要なコンテンツになるものだと思いますし、初心者の方っていうのはまずはここを目指した方がいいと思います。でも初心者にもなってない方は、まず何でもいいんで出してみること、それこそ普通でいいんで出してみるってことなんですよ。何でもいいですよ。自己紹介動画でも上げてくださいって言っても、自己紹介動画1個上げるのにですね、もう何日かかるんだと、何週間かかるんだっていう人ばかりでございますんでね、それこそね、ノリのままにやってみると、とりあえずやってみると、何でもいいから走ってみるということを始められない方は、もう本当にね、行き詰まっていくんじゃないかなと思うんですよ。とりあえずやってみましょうよ。とりあえずやってみましょう。そして一歩が踏み出せたなら、2歩目3歩目も踏み出せるはずです。それが気がついたら振り返って1000日とか2000日っていう風になってるわけなんですよね。この億万長者合宿のやり取りっていうのも何から起きたかっていうと、エホバの証人さんの動画を吉根さんがアップロードしたのを私が見かけて、そこにエホバの証人さんをねっていう風に横割りを入れたところからスタートなんですよ。そのとりあえずメッセージを送ってみるっていうところから、何十万何百万という売り上げが生まれてですね、この億万長者合宿の何千というリレーが生まれてるわけなんですよ。この小さなきっかけ、とりあえずっていう言葉がキーポイントになるってことを今回はお伝えして動画を終わらせていただこうかと思います。とりあえずやってみてください。